妙賢寺は、群馬県高崎市、引間町にある、天台宗の寺院である。三号は三子さん、三さ山。陰号は、吉祥院。本尊は、釈迦如来。この寺の創建年代等については不詳であるが、714年、または、その翌年の715年上の国大女王、藤原忠明の会期により創建されたと伝えられる。花園星神記によれば、 ただがこの寺へ来て宿泊し、夜半目覚めて、あたりを見渡すと、犬居の方角に光明が立ち上っていた。不思議に思って、自信を使わせ調べると、霊水町の小岩池からとわかり、水底を探らせたところ、目が赤く首の白い珍しい亀を得た。これを時の帝に献じたところ喜ばれ、元号が霊気に改められたという。 797年に成立した俗日本記にも、妙見寺に関する記載があることから、古くからある寺院と考えられている。古くは七星山即祭寺とごし、妙見菩薩を祀る寺として信仰されてきた。羊妙見とも呼ばれ、多語日の羊との関連を指摘する向きもある。平野正門の乱では、ソメヤ川の戦いで苦境に追い込まれた、 平義文が不思議な声を聞き、導かれてついていったところ当時にたどり着いた。そこで僧から七聖剣を渡され、以来妙剣菩薩の加護を受けるようになった。義文と関係の深い秩父神社、千葉神社の妙剣は当時から誕生されたものである。江戸時代には江戸幕府から主印状が与えられている。ありがとうございます。